ナチュラルメッセージ不思議相談室の杉山さんです。おはようございます。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、多分今年最後の杉山さんとの対談。そうですね。いや、多分最後の最後の締めがあるけど、不思議相談室としては今年最後になると思います。はい、今日はどんなテーマを。あ、この間、はい、私のお客様に、質問されて、あ、そういえばこのことはホームページとかでもちゃんとは細かくは書いてないなと思った内容をちょっとお話ししようかなと思いまして。それはどんなことでしょうか。エナジーチャージという名称で、はい、ご紹介して提供しているサービスがあるんですが、知らなかった。無料のサービスなんですよ。無料なんですか。無料です。はい、はい、何かの、私のサービスを受けていただいた方にはこれは無料でやりますよという。あ、じゃあ実際に何か具体的にアクションを起こされて、はい、サービスを提供されたか、はい、そうですね、施術とか受けた方はこれはサービスでオプションでご希望されればやりますよというものなんですけど、うん、いろんなアクセサリーですとか、そういったものにエネルギーを封入するという。エネルギー封入すると何かいいことあるんですか。うん、その人により合うということですね。そもそも、はい、で、この勾玉も、これもエネルギーを封入してるんですよ。うん、っていうことを聞いておりますが、勾玉、はい、はい、その天然石、これはラピスラズリですよね。そうですね。もともとそれ自体にもエネルギーが入っているけども、はい、以前のお話ではエネルギーが満杯にはなってないから、そこにさらにエネルギーを足すっておっしゃってましたよね。はいはい、その技術自体はこのエナジーチャージの応用なんですよ。ほう、そういうことも一切今までは触れてなかったので、ちょっと一旦説明をした方がいいかなと。なるほど。思いまして、ということは今のお話の流れだと、はい、どんなものにでもエネルギーを入れられるってことですか。基本的にはそうだと思いますね。ほう、はい、でさらに、はい、その方、持ち主の方に合うように設定することができるですか。そうですね、はい、じゃあ例えば合ってないものを合っているようにすることもできる。そうですね、限界はあるかと思いますが。そうなんだ、はい、また摩訶不思議なお話なんですが、はい、あと、はい、私が特に今回これでお伝えしたいなと思ったのが、はい、やり方的には、例えばこう気候で気を入れるみたいなのあるじゃないですか。ありますね、はい、あんな感じの動作をするものですから、はい、私が気を入れるんだと思ったんですよ、お客様。ちょっと待ってくださいね、頭の中もう一回整理させてください、はい、杉山さんがエネルギーを入れてるんではないんですか。私がエネルギーを入れているんですが、私の体から出ているエネルギーをそのものとかに入れているのではないということです。そこが気候とは微妙に違うんですね。要するに全然違うんです。あ、全然違うんだ。根本的に違うんだ。気候は体の中から出るエネルギーを、その例えばものとか相手に伝えるわけですよね、はい、そのエネルギーの発祥が自分の体の方じゃないですか、で私のは違うんですよ。じゃあどこからだという話、はいはいはい、それを今回ちゃんとお伝えしたいなと思って。よろしくお願いします。で、これは、はい、曲がったものの時にもしかしたら喋ったかもしれないんですが、宇宙空間でいう空間でダークマターで満たされていると言われてますよね。素粒子の問題です。量子力学の問題なんですが、要するに何もないと言われている空間にも物質は満たされているはずだと、素粒子レベルでは。ほう、はい、で当然、この地球上の空間、空気の中にも当然いわゆる物理学的に、なんていうんでしょうかね、発見されている、はい、解明されている物質以外の素粒子もたくさんあるはずであると。なるほど、はい、うん、そのエネルギーを物とかに入れていると、勾玉とかいろんなものとかに入れるということなんです。要するに私がやってるのは気候みたいなエネルギーを出すというんではなくて、この空間にあるエネルギーをコントロールして方向づけてあげるということなんです、はい、なるほど。それを確かに言われてみればちょっと思い出しました。勾玉の時にもそんなような話、勾玉、はい、の時だったかな、何かの時に多分そうだと思うんですよね、うん、要するに杉山さん自身のエネルギーを入れているのではないっていう話は聞いた覚えが確かにありました。はい、それも、例えばエナジーチャージはその物に
封入するので、その時、はい、その時そのある一定時間だけエネルギーをコントロールするんですね、はい、で勾玉の場合はエネルギーのその入っていく勾玉に入っていく流れを作って、あとは自動化するんですよ、ほったらかす感じなんですよっておっしゃってましたよね、はい、要するに邪気を吸い取って、体から離したら邪気を放出する、はい、でエネルギーは常に充填されるっていうような設定を、はい、要するにコンピューターのプログラミングのごとく勾玉にプログラミングしているという、はい、もう全くもって信じがたい話を、はい、されてましたよね。イメージでするんですけどね、はい、はい、うん、なるほど、はい、でそれがただ単純なエナジーチャージ、はい、エナジーチャージの場合は自動化ではないので、はい、ある一定期間しか有効じゃないってことですか。有効ではないというか、はい、エネルギーを入れる期間が、うん、限られているということです。意味が分かりません。ですね、例えば勾玉は、はい、充填さエネルギーが 100% 充填されるまでに、はい、ほったらかし状態で 3,4 日かかるんですよっておっしゃってましたね、はい、だから、どのくらいですね、時間100時間弱ぐらい、うん、かかるわけですね、そのくらいかかるんですよね、はい、で、エナジーチャージは、例えば10秒なら10秒とか、はい、10秒から、60秒とかそういうくらいの短い時間で、はい、エネルギーを充填させることができるということです。じゃあもっと長い間充填し続けることもできるんですか。できますけど私の集中力の問題ですね。それはなるほど、はい、そうか。で実際にそれをご希望された方っていう方はいらっしゃるんですか。はい、あ、いますよ、はい、もちろん、はい、なんかそこで充填されてその方に合ったエネルギーが入ったものを持って、はい、具体的に何かこう変化があったとかっていうそういう体験談とか出てるんでしょうか。具体的にその前後は分からないですね。使用前使用後みたいなのは分からないんですけど、はい、使用前の状態で、私よく話すオーリングテストを、はい、最初にしていただきますので、指がパカパカ開くのを確認していただいた上で、エナジーチャージエネルギーを入れるんですね、はい、でエネルギー入れ終わった後に確認してもらうと指が開かないという状態は確認していただいています。なるほど、はい、まあ、確かに私でも分かるものっていうのがいくつかあって、はい、確かに合わないものを持っている人、すごく多いなと、うん、はい、で私自身もの見かけに迷わされて、はい、これ可愛いとかこれ素敵とかって言って買っちゃったはいいけど自分に合ってなかったなんていうことはあるんですけども、はい、でもその合ってないものもチェンジすることができるわけですね、はい、そうすると、まあ、それもできますね、はい、ただ合ってないもののパワーが強ければちょっと時間の問題でそっちが勝っちゃうかもしれないです。なるほど、確かに私はだから天然石のブレスレットとかまずしてないんですよ、はい、石のパワー結構強いなって感じていて、ね、負けちゃうんですね、あんまり自分に合ってないものが目の前にあったりすると、はい、なので本当に気に入ったもの合ってるもの以外は身につけないようにしてるんですけど、はい、そうですね、天然石はやっぱりパワーが強いですから、はい、逆にパワーが強くないと天然石の意味ないじゃないですか。そうかもしれないですね。身につけてる人の方が強かったらそんな簡単に変わってしまうようでだったらもう石としてのエネルギーに意味全くないですからね、うん、そうですね、なるほど、そうか。じゃあこの放送を聞いたり内容を聞いていただきまして、はい、興味ある方はまずは杉山さんのサービス、はい、どれでもいいか受けてみていただいて、うん、そうですね、それでお願いすると、はい、そのエナジーチャージになるものを、はい、無料っていくつまで無料なんですか。いくつまで、ああ何個その封入するものですか、はい、あ、別に無制限ですよ。じゃあ、はい、サービス受けますって言って、はい、これとこれとこれとこれっていっぱいいろんなものてんこ盛りに持ってってお願いしますって言っても OK なんですか。 OK です、はい、なんか大盤振る舞いですね。そうですかね、はい、はい、山のように持ってこられたら大変じゃないですか。まあ持ってくる方が大変なので、まあ別にいいんじゃないですか。なるほど、はい、だって私自身はエネルギーは入れないので、コントロールするだけ、コントロールするだけなので、要するに疲れるか疲れないかというと気功師の方は多分、ね、入れると疲れるんですよ。あ、そういうもんなんですか、あれは。はい、普通は気功師の方ってエネルギーを出すので、自分のエネルギーが枯渇していくんですね。はあ、私の場合は別にエネルギーを出すわけではないので、うん、枯渇はしないんです、それで。そうか、はい、じゃあ作業をするという、その一個ずつ目の前に持ってきて、はい、
入れるっていうかコントロールする、はい、はい、次のものを出してコントロールするって、はい、その作業における疲れだけですか。そうですね、はい、うん、それじゃよほどの価値がない限り大丈夫ですねそうですね、はい、なるほど、ちょっとよく、はい、うん、分かってきました、はい、へー、でもこの質問されたお客様は杉山さんのその説明で納得されたんですか。あ、そうですね、はい、あ、よかったですね。そうですね、はい、へー、まあ、ちょっと遠方から来られた方でもあったので。ちなみに遠方ってどのあたりからいらっしゃるの。新潟なんです。あら、既得な方ですね、はい、そうですねはい、そんな既得な方もいらっしゃるんだなという、いや、もうびっくりだわ、感じですね、はい、なるほど。ちなみにあのお話できる範囲で構わないんですけど、ええ、その方のお悩みは何だったんですか。まあ、腰痛が一つと、はい、あともう一つは、うん、もう一つちょっと心因性のものかなと思われる症状があったんですね。あ、はい、なるほど。それを解決するためにわざわざ新潟から来てくださったわけですね。そうですね、そりゃすごい、はい、あの、まあ、いろいろ調べたらしいんです、その方も、ただどうもそのヒットする感じのものがなかったらしいんですよ。杉山さんのサイトにヒットしちゃったんですねまあね、で、まあ、何度いらっしゃる前にあの何とかメールのやり取りはさせていただいたんですけど、あの、まあ、治りますかって聞かれて、治るかどうか正確には答えられないですけど、うん、まあ、そのとっかかりの部分はつかめそうですよという話はさせていただいて、ただ、腰痛がその当時はひどかったので、まあ、まずそのいらっしゃるまでに、まあ、腰痛だけ先にちょっと処理してしまいましょうということで、はい、まあ、メールのやり取りで、こういった形のトレーニングというか、そういうのをしてくださいというのでだいぶ緩和はした状態で来ていただきました。あら、そんなに細かいこうアドバイスというかフォローされるんですか。まあ、しますよ、まあ、そんなに細かくもないですけどね。いや、知りませんでした、お見それいたしました。はい、来年もまた不思議な話題を提供していただけるのを心待ちにしておりますので、はいはい、分かりました、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。